おはようございます。1日2日3日です。今日はですね、ここ富士山に来てます。めっちゃ綺麗ですね。綺麗だね、やばいね。まあ、なんで富士山に来てるかと言いますと、ただ練習をしに日帰り富士山に来ました。今日はですね、僕だけじゃなくて、いつもランニングメンバーと一緒に来てて、ケツメイシは大蔵さん、のっちさん、ゆうやくん、萩尾さん、レイジいます。なんでみんなでね、楽しく練習していきたいと思います。いつもね、代々木公園とか小田フィール練習してたんですけど、小田フィールとか2年間ぐらい使えなくなっちゃったので、練習場所難民なので、今日はですね、ここまで来ました。涼しいし、標高高いし、気温は5度ぐらい低いらしいので、しっかり練習できるかなと思ってます。しかも最高の天気でね、景色もいいので頑張りますっていうので、てか頑張りますっていうか、この前ゴールデンウィーク関東インカレ見に行ったり、配信とかでグランプリ見たりとかして、あ、ドラッグレースやっぱ面白いなと思ったんよ。三塚も頑張りたいなとと言いながら、もう2週間休んじゃったんよね。というところで、ここからしっかり体力を戻して、7月、8月、9月とかにトラックレースで800、1500、自己ベストぐらいまで行きたい。なんで1500、3分台、800、1分52、3、いや、1500、3分55、800、1分52、3、出たらやばくない？うん。今日のメニューはですね、まあね、そこで体力を少しずつ戻していこうということで、1000メートルは20本とかはやりません体力戻そうって言った時って、モチベーションめっちゃ高いじゃん。そこで一気にやり込んじゃうと、ああもうダメだ、もう体が動かないって言って、体がね、こう疲労から帰ってこなくなるので、こういうモチベーションが高い時だからこそやり込みすぎないということで、久しぶり400の12本から15本のインターバルをしたいと思います。まあ、88秒から前後でやっていきたいと思います。しっかりね、ゆっくりちょっと早いジョグぐらいの意識イメージから少しずつ戻していくので、最初の練習はこんな感じで戻していきます。ということで、今回はミツカと一緒に体力をゆっくり戻していこう企画ですね。今日は富士山で練習、やってみよう。今年のテーマは日焼けしない、日焼け防止、長袖帽子、フル装備でよ、でよって言った。フル装備だよ。疲労回復だけじゃなくて、肌のダメージも気にしましょう。行きましょうか。はい、はい、お願いします。よし、400頑張りましょう。よろしくお願いいたします。1本目いきます。はい、いきます。よーい、はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、いい練習できたね。400を15本で、アップと今からちょっとダウンをするから、まあ12、3キロぐらいかな走れたので、すごいいい体力戻しの練習になりました。やりたい練習までね、ゆっくり焦らず持っていきたいと思います。いや、こうやって一緒に走ってくれる仲間には感謝ですね。これからはね、ハウトゥー動画ももちろんなんですけど、これ自分の練習動画と一緒に増やしていきたいと思うので、一緒に頑張りましょう。あ、みつか今日も頑張ったなって、あ、みつかのランニングメンバーいい人たちだなって思ったら、はい、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントまでお待ちしております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。 Yes, we can!